はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが外山大将さんです。集まる。それ、内海ってやつにやるいじりでしょ。はい。じゃ、外山でしょ。外山さん、違う、今日お願いします。内海にやるやつだって、それ内海、そう、うちに海って書いて内海にやるいじりでしょ。違う、あれ外山さんって、いえいえ、植物公園植物公園かつてないもの090の外山さんですよね。違う、何、まあ、本当わかんないけど、マジで最近意地悪すぎないか。090って何、誰か電話番号の。違う、そうか、ポンチャンス101号室の中川翔太さんか。ああ、そうだそうだ、中川翔太本名ですけど全部逆にしちゃいます。待って、逃がさないよ、まだ昆虫かなんで。危ねえ危ねえ、外山となんで昆虫が。え、中川、中川、あ、中だから外外いや、そこまず飲み込めないからな。川が山。ああ、大将、大将、小を逆で大にしちゃって。ああ、なるほど、他を逆で小にしちゃいました。あ、漢字が違うけど、そういうことか。違うんですか。全然、絶対違うよ。え、中ぐらいの中に、川に、うん、で、小さい、小さいが違うんですよ。小さいに多い、あの、違う、あんま翔太でそっちの翔を使うやついないって。小さいけど多いで翔太。意味が分かんないもん、それ。少しでも小さくて、うん、多く売られるように安いものたくさん買えるみたいなこと。あ、飛ぶか。そうだよ、普通そう。太しのやつか。そうごめんなさい。うん、もう二度と間違いない。中川翔太さんです。いや、始まる。はい、ということで、この昆虫ハウスでやるといえば、まあ、似たようなことになっちゃうんですけど、はい、卵だったやつが孵化してると思うんで、はい、それをどんどん普通の容器に移動しようかなと思いまして、はい、お引越しの回になります。あー、あれ、俺見たことありますか、お引越しって。俺、いや、結構見てるんじゃないか。あ、本当に多分、あ、いや、見てますよ本当に。その幼虫を出して、うん、で、まあ、黒い普段から使ってるボトルがあるんですけど、はい、それにマットを入れて移し替えてラベルを貼ってくっていう。あー、見たことある。見たこともやったこともありますよ、ね。そっか、やらされてた。多分今日もお願いすると思います。いや、まあ大丈夫です、そこは。じゃあちょっと呼び起こしておきます。魔法か。水召喚、ティッシュ召喚、そして生活用品を生贄に捧げる。そしてこのモンスターを召喚。ドッ。ごめん、全然できてない、できてない。歯じゃないよ。しまった、違う、間違えた、それごめんなさい。生活用品生贄に捧げて、うん、ブルーボックス側面シルバードラゴンみたいな。ブルーアイズホワイトドラゴンみたいな。てか、その色ダサいな。いや、ちょっとなんてこと言うんですか。あ、それもボケか。いや、ボケなわけない。ダサいように塗ってきたでしょ。いや、プライベートですか。プライベート用にミスったな。無駄に生贄に捧げたから。そしてこのモンスターの効果を発動する。何、このモンスターのここを開けると、うん、いでよ。今日お引っ越しさせる幼虫召喚。あー、二重だったのか。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。ちょっと片付けます。もうコスパ悪いボケだな。はい、こちらです。結構あるんですけども、まあ、この中で多分幼虫になってるやつも結構いると思うんで、ちょっとそれを移し替えていこうと思います。はい、じゃあもう早速いきましょう。はい、もう糞がすごいんですよ。ちょっと全然、ちょ、あ、もうないまで言ってください、そこまでいったら。すげえ。こんな感じで、これちなみにヘラフェイスですね。あー、 150mm と 70mm の幼虫。んー、まあ、これぐらいになってるんで、これが8頭をね。はい、こういう料理あってもおかしくないもん、ね、やめてよ。じゃあこう並べ方とかが、これでもうんちないでしょ、下全部。うん、え、ち、いい、ちょっと、じゃあこれで、はい、とりあえず8いるんで、うん、8書いていきましょうか。8書く。はい、このマット使っていきます。あー、なるほど。これもラッシュマットと MD マット。最近はね、MD マットも入れて。マット交換の再生リスト開いてもらえれば、多分結構水の割合とか書いてたりするんで、はい、そちらの方ぜひ見てください。ちょっと俺もマスクしていい？はい、ちょっとやばいわこれ今日。はい、あ、ありがとう。あ、じゃあ マスク呼び出してください。ちょっと外して。はい。じゃあちょっとマスク取ってもらっていいですか？え、待ってください。ちょっと僕も召喚させてください。え、召喚できるんですか？一応。マジ？はい。で、こんなできるんですか？トークンが多いから。小映えトークン。あ、小映えね。じゃあ召喚してください。召喚してください。召喚する、召喚するの？召喚、はい、僕召喚って言って召喚って読むんで。小映えと小映えを一
生贄に捧げて。ちょPPAP みたいな感じでやんないでください。超高速 PPAP だって。怖いの怖いの。いやいや、だからそうじゃないですか。PPAP です。それ。いきます。召喚。装着。はい。おおいいですね。後ろのライトがめっちゃ光合しいでしょ。え、パーマ当ててんすか。当ててないやあるけどね。はい、じゃあちょっと準備できましたんで、はい、これ水分多め、ちょっといつもより気持ち多めで、おおの方が成長するイメージなんで、僕の中でですけど、びちゃびちゃにしすぎてよくないでしょ。でもそう、その後マットの劣化とかも結構あるんで。いや、ちょっと待ってください。ちょっと追わないと、だから習ったから。いや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 、やだ、ヘッドバットされた感じになるから。やだ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 VR よ。いや、VR じゃやめてください。一回間違って VR 編集しちゃった時ないで。で、これちょっと半分ぐらい入れていきます。はい、まあ、書類なんで、まあ、そんなに入れなくていいかなと。確かに、はい、この数だからね。はい、これで1頭ずつこうやって管理するって感じでやっていきますので、8頭全部入れますので、それまでしばしお待ちください。はい、それまで移動。はい、じゃあ一度こちらに移し替えました。こんな感じで移し替えていくんで、はい、これがひたすら続いていくんで、まあ、最終的にこの横に、八幡さんの横にどんどん置いていくんで、はい、何頭ぐらい引っ越ししたかっていうのを最後に出せたいなと思いますので。見えてわかるね。次やっていきましょう。お願いします。次接点ですね。あ、全部同じじゃないんだ。はい、多分これもいるとは思うんですけどね。あ、まだ卵のやつ。え、卵もあるの。まだ、あれ、これいつだ。あ、でも大丈夫か。これ一回回収してるやつですね。そうなの。これ5月のやつで、一回回収して孵化してなかった卵だけ置いてたって感じですね。これちょっとダメっぽいですね。うわー、ダメタですね。ダメタ、ダメ卵の略を、ダメタ、はい、ダメ卵の略です。あんま、みんなタマまでやるけどな、タで止めるのは珍しい。じゃあ次参ります、はい、これも、これはヘラクレスですね。156ミリと72ミリ。おお。あ、1頭。おお、これ1頭ですね。1頭これも入れていきます。入れて、ラベルか、ラベルを。あ、いいよ、任せな。ほら、なんか姉御肌で。いやいや、兄貴でいいでしょ。8ね。だって8ね、もう1回女にするの。はい、じゃあ1匹。はい、じゃあ次参ります。あ、そうか、これ1匹だったの。はい、上のやつは1回回収してるやつとかもあるかもしれないです。おお、これセプテンですね。あ、これ結構いる。4頭。おお、これ孵化したて、あ、脱皮したてなんで、はい、優しく、あんまり触らないように。めっちゃ触ってた今。いえ、まああんまり、まあスプーンとかがいいんですけど、僕スプーンが苦手なので。苦手、どういうこと。ユリゲラーと喧嘩したのか。おお、いやいや、いいよ。フーディンじゃなくて。いや、それユンゲラーの方でしょ。ありがとうございます。肘で返事しろよ。いやいや、あ、ぶつこれ、こんな感じで本当とも、元気そうで良かったな。そうか、これここで消えてる可能性もあるんだもんね。そう、星になる可能性もあるんで。はい、この字で石天、コスタリカ、サンビートっていう産地。おお、あ、これが産地なんだ。はい、ヘラクレスは全部グアドループ島なんで。はいはい、あ、書く必要ないですね。はい、ヘラクレス、ヘラクレスです。こんな感じでちょっと橋場さん書いてください。分かった。はい、じゃあちょっと一旦これ書くまで移動させていただきます。それまでしばしお待ちを。移動。はい、じゃあ次参りましょう。これいきます。ネプチューンオカブト。ネプチューンか、今度は。はい、これいるかな。ちょっと無精卵臭かったんですよ。あ、お、有精卵臭い。有精卵っていうか、まあもう1頭だけ生きてます。いました。よかったじゃん。よかったよかった。ネプ1頭だけ。ネプ元気そうですね。元気ではない、張りですね、幼虫の張り方で。これ脱皮しそうですよ、もうすぐ。へえ。頭が異様にちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい、体に比べて。うん、それもう体がもう成長してきてるっていう証拠なんで。で、遅れてきたの、るだけ。あれ、あ、いや、マスクしてたま意味ない。遅れて。ちょっと分かんない、遅れるよ。分かんない、マスクしてたま意味ない。だからこれ、体が膨らんできて、うん、皮が破ける前みたいな感じですね。あ、で、皮脱皮したら頭がその体に追いつくんで、うん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 、それの繰り返しなんで、へー、追いつくっていうか、ちょっと追い越すぐらいの気持ちで。これ、じゃあ1頭無事で何よりです。で、これ記入。あ、いいですか。はい、あ、いいね、1頭だと俺手伝わなくていいから。いやいや、一番願わないでください。縁起でもない。はい、これで、まあ、これが今日なんですけど、もうおそらく7月ぐらいに孵
化してるだろうっていう、っていう、まあ大体の、大体でいいんです。これもネプですね。オスだけ一緒でメスが別の。オスだけ違う。はい。お、こっちは虫っぽそう。めちゃくちゃいるね。いました。6かな。3、6と。これじゃあまた入れていきます。はい。よし、じゃあ一旦それまでしばし。どっちだこれは。どっちだ。移動。ああ、助かった。その後、その後に。目覚めたかい。はい。よし、じゃあ次行くよ。はい。中国人みたいに。次行くサムニダあるよ。いやいや、サムニダは違う。韓国。じゃあ次ヘラクレスです。また。あ、いますね。1、2、3、4、5、6。おお、結構いるぞ。7と。これ脱皮したてですね。白い。ちっちゃ。それ。ほんと。ほら、頭が、まあちょっと固まってきてはいるけど。うん。頭がすごい薄いというか、他に比べて。本当だ。色は全然違うしね。よし、じゃあこれまた入れ替えていきます。あ、そうか。あ、止めました。止めてないよ。あ、ちょっと止めろよ。おとなしいな。はい、じゃあ次参りましょう。はい。今こんな感じです。相当な量ありますよ、はい、この時点で。結構ありますね。もうちょっとあるんで。はい、じゃあ次行きます。はい。次ネプチューン。ネプチューン。お、いますね。お。2、3、あ、4。5。5。6。6。7。7。8。おお。息。めちゃくちゃいるな。素晴らしい。ネプチューンかっこいいんで、うん、言ったらその頭角の方が長いじゃないですか。そうですね。フレスイン、はい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 、はい、胸の方じゃなくて頭の方の角、うん、下の方の角が、であれって言ったら人間で言ったら感覚的な部分ですよ。顎がしゃくれてるみたいな感じ。ああ、本当だ。それなのにあんなかっこいいのってすごいと思うんですよ。でもし猪木さんとかもかっこいいからさ。猪木さんとかはだってもうトップでしょ。しゃくれ界の。しゃくれ界の。ああ、しゃくレジェンド。しゃくレジェンド聞いたことない。あ、養生もらってですか。はい、そう、確かに。いや、で、ET したくない。 ET したくない。めっちゃ積極的に来たじゃん。サンタンデール、こんな感じで。はい、これをじゃあやっていくっていう感じでやっていきましょう。あ、うわっ、セルフでいけるようになったこいつ。あ、お、起きたかい。あ、次に行くから。はい。そんな寝てばっかじゃダメよ。ごめんなさい。あー、まただから、ね、寝てまっちゃ、ダメって。いや、言葉もミスってるし。いや、親におっかめと言われてます。いやいや、違う、それじゃない。今、噛んではないから。ラインスタンプ、お、あー、まだ作られてないのに。ラインスタンプの URL、こっちにある。まだ作られてないから。よろしければ、うん、購入してください。作ってくれる方は募集中。あ、ぜひお願いします。絵心がマジでないんでね。次、ネプチューンなんですけど、これもね、追いかけする理由になったやつなんで。無精卵かも。あ、来た。おー、よかった。おー、いる、結構。4頭かな。あー、2、3、4。いや、綺麗。確かにな。もうちょっとしたら汚くなるもんな。いや、ちょ、言い方ですよ。気深い時が、まあまあ、大人になり、なるにつれてね。うん。人間と一緒です。大人になるにつれて、いろいろ経験して。メモリ君もらって。はい。ここ1、2年で俺になんか平気で。いや、それはそうでしょ。死闘とかしてくるようになったけど。そんななかった、今まで。お前とか言います、ね、お前とか。足で起こしたりとか。いや、やっぱもう。立花さんも知っちゃったんで、やっぱもう同居人で。ちょっと一回これ書いていきます。はい。じゃ、それまで移動。あ、違う、寝かせる。眠るやつじゃないですよ。違うの、催眠術みたいな。時を一瞬で移動させるやつ。あ、移動。はい、じゃあ、はい、次参りましょう。はい。次ヘラクレスですね。154mm と 75mm。 メスが大きめのやつ。メスの大きさって関係あるんですか。まあ、あるとは思いますけどね。メスも大きいやつ、まあ、70以上を極力使うようにはしてるんですけど、僕も。ただ、昔ちっちゃい方がいいっていう説も流れたりとかあったんで。すごいな、それは。理屈が分かんない。の方がたくさん産むみたいな。あ、ちっちゃくて重い方がみたいな。6と6。素晴らしい。いいですね。順調。これじゃあまた入れますね。はい。この作業きついね、確かに。ずっとやってるもんね、一人で、はい、去年は一人でずっとやってたんですよ。確かまだ動画にできるだけいいよね。確かに皆さんがね、見てくださるから、うん、こうやってやれてるけど、これもこれで楽しいんですけどね、一人でやってても。ああ、一人でやる。いや、バカな。そんな橋本さんも全部やってます。いや、それおかしいから。もっとバカな。4時44分不吉。うわ、あ、もうすぐ44秒になる。単発です。不吉。おー、単発。
単発何さっきから言ってるけど、パチンコ。ああ、そうなの、はい、え、知らないか、俺パチンコ。やったことないですパチンコ。パチンコ、ない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 。でも本当に虫好きででもパチンコ行くのって三森くんとカブトムシゆかりさんだけでしょ。いやいや、そんなことないでしょ。あ、違うの。カブトムシゆかりさんもよくね、パチンコの番組でやってるけど。でもパチンコの番組持ちたいってずっと思ってました。嘘つけ。いや、初めて聞いたよ。あの、サンドイッチマンさんが僕めっちゃ好きだったんで、うん、サンドイッチマンさんが今夜もドル箱やってたんですよ。はいはいはい、はい、MC、絶対そこの次の MC 行きたいと思ってて。あー、ぐらいそんなにパチンコも好きだったし、まあ今となってはこうやって幼虫をたくさん。確かにな。いやいや、別に悲しい話でもないし。結局また元に戻る、童心に戻ったという。あー、そっか、パチンコって言ったらな、大人になったかなと思ったらまた子供の方に行ったんで、僕は幼虫にね。はい、幼虫に戻りました。なんだよ、移動パスのは便利な能力だ。よし、起きた。はい、はい、じゃあ次もうおとなしくしとくように。待ってる間も俺が人食らってる動画を見てたから。そう、クワカブの部屋。嘘、頭おかしくない。今日のやつ見てくれてるんですよ、うん、ヘラクレスのサナギの動画があるんですけど、はい、ね、ショットクラブ、あれはいい感じなんじゃないかな。確かにな、ワクワクする。結構成長してますね。でかっ。あれ、でかいやつもいたり、ちっちゃいやつもいたり、はい、これセプテンですね。はい、こんな感じで、はい、はい、じゃあこれもまたラベル書いていきます、はい、それまでしばしお待ちください。どうしましょう。じゃ食らえばいいんでしょう。はい、ああ、お前は。しかも頭ぶつかって2回気絶させてる。起きた。あ、うん、僕が寝てる間に全て終わりました。いやいや、その後起きてやってましたよ、自分で。まあまあまあ、えいもう気絶動画になる。気絶のさせ方、誰が見るの。簡単だった。いや違う、させ方じゃなくてされ方を見るの。はい、ということでこれ全部終わりました。はい、はい、さっきのやつがラストでした。はい、確認してみたら、あとはもう8月の後半とかに採卵したやつで、はいはいはい、まだ孵化してなかったので、今回は幼虫を引っ越しできたやつはこちらになります。見せていいですか。はい、ドワーン。いやいや、セルフで入れないでもらって、自動で SE 入れられるんで。そっか、はい、すごいな。まあどれぐらいですかね。1、2、3、4、5、6、7、30で、これが、そうですね、2列になってますからね。あー、まあ45ぐらいですか。50頭ぐらいですか、ね、50ぐらいかな。50頭ぐらいですね。わー、移動させました。また新しい命がね、はい、この昆虫ハウスの棚に1匹ずつ吹き込まれていくという感じですね。はい、すごいですね、はい、嬉しいですよ。嬉しいですね、うん、前回幼虫孵化してこのボトルに入れたやつは、はいはいはい、そろそろまたマット交換の時期なんで。マット交換っていうか、今回ちょっと半分入れて、僕初めてなんですけど半分だけ入れるっていう、これぐらいしか入れないっていうのが、はい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 、半分だけなんで半分足してやってみようかなと思います。あ、なんでちょっと動画外になると思うんですけど。わかりました。これとはまた別の動画でやったやつは足していって、次オスメス判別の時にまた動画あげようかなと思います。はい、今日はなんでそのヘラクレス、ヘラクレスとセプテントリオナリスっていうヘラクレス2種類と、ネプチューンオオカブトですね。この3種類3種類をまあやったんで、まあ、ネプチューンも意外と取れて、はい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 、まあまだネプチューンちょっと待機してるんで卵。あ、まだあるんですね。はい、なんで無事に羽化してくれるまでできる限り星にならずに行ってほしいなと思いますね。はいはい、はい、そんな感じで、はい、ヘラクレスの動画もこれからちょくちょく上がるかなとは思いますんで、ヘラクレス好きの方はお楽しみに。はい、それ以外の動画も定期的に上がると思うんで、産卵セット編とかもありますんで、はい、四つ星ヒナカブトだっているでしょうし。ちょっとあんまり人気がなくてへこんでましたけどね、はい、定期的に上げていきますんで、よろしければぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。ということで本日の動画は以上です。以上、クワカブの部屋でございました。ご視聴ありがとうございました。おー、やめろ。え、あ、あー、結局最悪、最悪のチャンネル。